小山昌平3月26日から1968年8月23日は、岡山県小田郡新山村出身の小説家、詩人、東洋大学文科中退、詩人として出発し、後小説に転じた。開票同人。満州で敗戦を迎え、帰国後、その体験をもとに、長編、大陸の細道、長春後馬寺などを発表。 私、小説的な短編小説やエッセイを得意とした。作家として目立たない存在であるが、庶民性に徹した表一と、遮脱な表現で、没後も根強い愛読者を持つ。ヶ影中学校を経て、1923年に姫路主犯学校を卒業。小学校教諭となる。1925年に、東洋大学専門学部文化学科に入学。 後に、東洋大を中退する。中学校在籍人より、詩、短歌、俳句を作り始める。1929年に、諸女詩集の自費出版にて発表。1931年には、第二詩集、メクラとチンバを同じく自費にて刊行。同年11月、宮崎美佐夫と結婚。1933年に、太宰治村と同人し、 開票を創刊。この頃、いぶせ次と知域となり、以後進行が続く。同人誌創刊以降は、小説家としての道を歩み、1939年に、諸女小説、抑制の日を発表、第9回、芥川龍之介賞候補になる。1940年に、川骨が、第11回、芥川賞候補になる。 1944年に新京地を開拓すべく満州の新京に農地開発公社の食卓社員として赴任する。1945年に現地招集を受け兵役に就く。太平洋戦争終戦後、長春で1年程度難民として生活を送り帰国。1954年に農家衰退。1957年に自学門が直木35商候補になる。 1962年に中国での戦争体系をもとに書かれた代表作大陸の細道を発表。1963年に同作で第13回芸術戦勝文部大臣賞を受賞。1968年8月23日に食道岩で東京女子医科大学附属消化器センターにて死去。去年64、墓所は笠岡市の木産化墓地。 光名は、若光院、とぶきを治む都市道孤児。1997年に、笠岡市などが主催して、小山昭平文学賞が設けられ、2005年までの9回に、渡り、受賞作が発表された。2006年からは公募の新人賞の小山、昭平短編小説賞にも替えされた。京里の笠岡市立図書館の2階には、著作などを、 展示したコーナーが設けられているが、年譜を記載したパネルでは、第2刺繍の名称は、不適切用語であるとして記載されていない。また、その下にある展示でも、第2刺繍の題名には、紙が貼られているが、すべて覆われておらず、一部が見えている。ありがとうございます。